台湾の在来線、台湾鉄道南海線の電化工事が完了し、12月23日より運行を開始する予定です。台湾鉄道は南海線を通行する列車を対象に運賃の割引キャンペーンを実施します。12月23日から来年の1月3日まで一般チケットと子どもチケットは運賃半額となります。ところで、すでに割引のあるチケットは対象外となります。南海線の列車は全部で45本あるが、元旦連休の期間中には臨時列車16本増加する予定。南海線運行開始の日である12月23日のチケットは11月25日より予約がスタートしました。運賃の割引期間は年末年始の休み期間も含まれるので、乗客からは好評されています。南海線の電化工事の完了により、台湾南部高雄から台東県まで所要時間は27分短縮でき、高雄から台湾東部の花蓮県までは39分と大幅に短縮できるということです。